Finish. Thank you. あ、でも、手の辺って終了です。You don't need the edge. キャノーラインですね。あの押したその桃のやつがポカンと拡大できるのがいいんですよ。なんかコピーしたやつをさらに拡大とか、まあ別に別にいいけど、じゃあ400倍やって400倍する。別にそれでいいのかな。なんかそうだね、400パーで400パーですか。そう、さらに4倍だともうどこにいるのそれ。今ここ。違う違う、あ、かなり大きいよ。あ、大きすぎるね、これだと。これも何倍だ。1000倍だ。綺麗だよね。うん。火力を吸ってのがいいんだよな。
い、これを、はい、ありがとうございます、はい、いいですか、大丈夫ですね、あそこから地平線から抜いて、この空を飛んでる。マシオさんにとっては、カメが空を飛んでいるそうです。カメが空を飛んで、お部屋の中に入って、入ろうとしている。あ、これが、これが飛んでるんだ。どうでしょう。はい、ではこちらの方に移動してください。絵は阿波須清、丸の王様。僕はなんて丸いんだろう。僕は変えようと思ったから、うん、じゃあ行きます。セブンイヤーズワンデイとなりましたけれども、はい、放送に数ヶ月かけて何いくつも種類、いくつもの種類のね、はい、あのプランを立てて、なんですが結局実際書いてみてこうなったって感じですよね、はいはい、いろんなスケッチをしました、はいはい、まあ正面から撮ってくる、はい、これ赤ちゃんですね、赤ちゃんです、はいはい、赤ちゃんと手のキャラクター、これは僕は阿波須清なのかなと思ったんですけど、ただ阿波須清なんですけどそうじゃないっていうちょっとまあ中ぐらいの状態のキャラクターって感じですかね。阿波須清が石をこう多摩川に拾っているという写真が中に展示してあるんですけど、それを見て思いついたんです。これはここ手立ち、はい、阿波須清に拾われていくみんなっていう感じですかね、はい、僕もその一人ですけど、はい、これはハスの花です。ハスの花、これハスの花です。ハスの花ですよね。ハスの花です。
ツバキ、はい、あでも鷲尾さんはハス、はい、なるほど。その心は僕の家がレンコン農家なんですよ。それであよく見てたんで、淡路さんはここの椿を描いてたんですけど、まあ、僕はハスの花描こうかなと思いまして描きましたか。では進みましょうか、はい、こちらに行きますと何か吹き出しのような空気のようなものがありますね。この中から聞こえてくる会話のをイメージして描きましたね。描いたっていうかここに何か言葉が中からこう出てくる、聞こえてくるといいなと思って。石田さんは、ね、赤ちゃんと最後対峙するように手ですね。はい、また最後こちらの手で、まあ、始まって終わると言いますか。そうですね、はい、富士山。はい、はい、この絵は終わったらどうやって消すんですか。あ、どうやって黒で消すんだ。ローラーでこうやってゴロゴロゴロって。なんで消すんですか。あ、なぜ、なぜ消すか。これは僕僕は10月13日、僕10月の16日が誕生日なんですよ。37歳になるんですけど、僕は新しく37歳になるんで、この壁もまっさらにまた新しくしてもらって次の展覧会の人たちを迎えるっていう準備をする必要があるんです、この美術館には。